山形大学の 3R ワークショップへようこそ。 3R について勉強していく前に、まず身近にあるプラスチックで作られたものについて確認してみましょう。ペットボトルやビニール袋、ペットボトルのキャップなど、身の回りにプラスチックで作られたものはたくさんあります。実はプラスチックには成分の違うたくさんの種類があります。種類によってさまざまな性質があります。スライドには主なプラスチックの種類とそれぞれのプラスチックを表すマーク、具体例、特徴が載っています。特にプラスチックの種類については今後の実験でも出てきますので確認しておきましょう。最近では海洋プラスチックごみによる問題がテレビや新聞などで報道されています。海洋プラスチックごみとは、使い終わったプラスチックを海にそのまま捨ててしまうために発生するごみのことです。プラスチックごみの問題として、海の生き物が間違えてプラスチックごみを食べて死んでしまう、海が汚れて海の生き物が過ごせなくなってしまう、最近ですと魚がプラスチックごみを食べて、プラスチックごみを食べた魚を人間が食べてしまうということが挙げられています。プラスチックごみは自然界では残り続けるために、このような問題が引き起こされていると考えられています。このようなプラスチックごみの問題に対して、国や自治体では海などでプラスチックごみを捨てないように呼びかける 3R 活動などを進めるなど、さまざまな取り組みをしています。ここからは今回のテーマでもある 3R について見ていきたいと思います。 3R 活動とは、リデュース、リユース、リサイクルの英語の頭文字3つを取った活動のことを言います。 3R について詳しく見ていきましょう。まずはリサイクルからです。リサイクルは日本語で再生利用とも言われます。使い終わったものをもう一度資源に戻して製品を作ることを言います。次にリユースです。リユースは日本語で再利用とも言われます。一回使ったものをゴミとして捨てないで何度も使うことを言います。最後にリデュースです。リデュースは無駄なゴミの量をできるだけ少なくすることを言います。今回はこの 3R の中のリサイクルに焦点を当てて見ていこうと思います。 3R はオリンピックでも一つのテーマになっています。2020東京オリンピックでは、家庭で使い終わったプラスチックボトルや使い終わったシャンプーやリンスの詰め替えなどを回収し、プラスチックの表彰台へリサイクルを実施しました。詳しくは東京2020の YouTube チャンネルに、プラスチックボトルが表彰台へと形を変えるメイキング映像が載っておりますので、ぜひご覧ください。最後にペットボトルのリサイクルの一例について紹介します。回収したペットボトルを原材料としたワイシャツを青木や春山といった企業がそれぞれ製作しています。スライド左側の図について説明します。回収されたプラスチックは粉々にされ、チップにされます。チップは今回お送りした実験キットに同封されております。その後チップから糸となり、生地、ワイシャツになっていきます。赤い丸で囲んであるところの様子について、実験の後ビデオで見てもらいます。ビデオの内容を理解するために、これから実験をしていきます。じゃあ今から実験の方を始めていきます。今回の実験の目的は、密度を理解してプラスチックの分類をしようです。具体的に今回はプラスチックを密度の違う液体に入れて、浮くか沈むか、軽いか重いかを判断して、それが何のプラスチックかを当てていきます。ここで密度について説明しておきます。密度っていうのが、一定の大きさに対する重さのことを指します。物の大きさに関係なく、どちらが重いかを比較するための数字になります。で、例として、水が密度 1.0なんですけど、この 1.0 が基準になってます。で、密度の数字が大きいものほど重い、密度の数字が小さいものほど軽いっていう風に判断していきます。今回の実験では、水、エタノール、食塩水の3つの液体を使います。で、それぞれの液体の密度が
水が 1.00、 濃度 50% のエタノールの密度が 0.91、 濃度 10% の食塩水の密度が 1.07 です。ではここで水、エタノール、食塩水の3つの液体の密度を比べて、どれが一番重い、でどれが一番軽いかを考えてみてください。次に今回の実験で使うプラスチックの密度を紹介していきます。まず1つ目、ポリエチレンテレフタラート、通称ペットと呼ばれるものです。このプラスチックが密度は約 1.38。 次にポリエチレン PE と呼ばれるものが約 0.96、 ポリスチレン PS と呼ばれるものが約 1.03、 最後にポリプロピレン PP の密度が約 0.90 です。先ほど液体とプラスチックの密度を紹介したんですけど、この密度で分かることが、液体の密度より小さい密度のプラスチックは浮きます。で、液体の密度より大きい密度のものが沈みます。今回の実験で用意するものを次に説明します。まずお手元にある実験キットを確認してください。プラスチック、アルファベット ABCD 振られたものがあると思います。とそれ以外に3種類の液体、水、エタノール、食塩水と、それから実験キットにはないんですが、ピンセットまたはご家庭にある爪楊枝などを用意してください。で、最後に一番大切なのがやる気です。この実験もとやる気があればなんとか乗り切れると思うので、一緒に頑張っていきましょう。それでは今から実験をスタートします。手順を説明しながら一緒にやっていくので、それを参考にしながら進めていってください。まず最初、お手元にあるウェルプレートの一番手前の列に水を入れていきます。水を入れ終わったら、水が入っているウェルプレートに ABCD4 種類のプラスチックを入れていきます。プラスチックを入れたら ABCD それぞれのプラスチックが水に沈んでいるのか浮いているのかを確認してみます。この時にそれぞれの試験管の中にあるプラスチックを一度入れただけだと沈まずに浮いていることがあるので、まずプラスチックをピンセットまたは爪楊枝で 2,3 回ほどつついてみてください。実際にプラスチックが沈んでいるのか浮いているのかを確認したら、手元にあるワークシートに水に対して沈んだか浮いたかを記入してみてください。ワークシートに記入し終わったら、次に水に沈んだ2種類を食塩水に入れていきます。それとは反対に浮いた方の2種類を次はエタノール溶液に入れていきます。これも先ほどと同じようにピンセットまたは爪楊枝で 2,3 回ほどつついてみてください。その後プラスチックがそれぞれの溶液に浮いたか沈んだかを確認します。プラスチックが浮いたか沈んだかを確認したら、その確認した実験結果を手元のプリントに記入していってください。最終的にその実験結果でどれがどの種類のプラスチックかを判断していきます。その実験結果からどのプラスチックかを判断するためのヒントを教えます。まずこの中、液体の中で一番密度が大きいのは食塩水 1.07 です。で、
その 1.07 の食塩水に沈むのはそれよりも大きい密度のものだけです。つまり今回のプラスチックの中ではペットだけが食塩水よりも密度が大きいので、食塩水に沈んでいるのがペットということになります。こういうようにして液体の密度とプラスチックの密度を比較していきながら、どれがどのプラスチックかを決定してみてください。それではだいたいどれがどのプラスチックか決定したと思うので答え合わせをしていきます。まず A のプラスチックは正解がポリエチレン PE でした。次に B のプラスチックがポリスチレン PS です。 C のプラスチックがポリエチレンテレフタラート PET です。で最後 D のプラスチックがポリプロピレン PP でした。どうでしょう、当たっていたでしょうか。では以上で今回の実験を終わりにします。先ほどの実験でやったことと同じことがリサイクルの現場でも使われています。溶液の中にプラスチックを入れ、浮くものと沈むものに分けます。その後浮いたプラスチックと沈んだプラスチックを別々に細かくして、それぞれを別なものへとリサイクルします。浮いたプラスチックと沈んだプラスチックを分けて、それぞれを細かくしたものは皆さんの実験キットにも入っています。カラフルな方が浮いたプラスチックで、透明な方は沈んだプラスチックになります。それぞれシャツや卵パックなどにリサイクルされます。それでは今日のまとめになります。 3R とはリユース、リデュース、リサイクルのことを指します。特にリサイクルでは今日の実験でやったことと同じようなことが使われています。皆さんも自分でできる 3R について考えてみてください。